はいどうも、富士の130ページです。あれ撮りたいな、ドラゴンボールの。ちょっと寄せ気味で狙ってきます。寄せでここ来たんちゃう。ほい、買ってこい。あー惜しい、来るしかないよな。じゃあほい、あげろ。よしよし、ちょっと右に寄せてくれたから次チャンスですね。落として来たんじゃない、これチャンスなんちゃう。いけ、ほい、あー惜しい。今のは運悪いな、逆に。よし、これは来たやろ。いけ、おすごい。よし、やったやった、蛇の道。行きます、太陽様に続く道ね。まず寄せる、 OK。 あ、これ熱い。行け、うん、あ、やった、蛇の道と2つゲットしたから。よし、じゃあ人気のこの列全部取るシリーズね。奥さん、この悟空は一緒の悟空なんで、どれか1個だけ取ります。手前振ってきますか。手前を右に振っていきます。いいとこ入ったんちゃう。で、ほい、右使っていますね、一度。右で手前やとどうなる、どうやろ。奥も持ってみますね。奥を右に振る。だいぶ辛いなこれ。もう一度奥を右、どうや、引っ張れ、右に右に、うん、ちょっと引っ張ったな。このままね、横向けて作戦でいきます。横はめ作戦で。ちょっとハテハメのパワーがないんで、うわぁ、手前を右で振る。寄せすぎると全然動かないですね。あんまり寄せすぎずに両アームで運んでいきます。ここで、次は奥を右だけで、左が乗ってほしい。で、右で引っ張るイメージ。左入ったけど、まあいいやろ。さすがにちょっと辛いな、これ。左で引っ張る、引っこ抜け、やめます。ちょっと横にも向かんしな。ちょっとかなり手数かけたらいけるかもしれないですけど、これはちょっと自力ゲット厳しいってことで。この台はどうかな。まあまずは引っ張っていきますね、手前に。もうちょっと寄せた方が良かったな。なるほどなるほど。で、もう一度手前、右寄せ。
もう手前に引っ張るときはこのバーグ上に乗せることしか考えてないんで、この辺でで右奥に隙間ができてほしい。早いこと結構いい感じになってきましたね。これでバーグ上に乗るけど、アーム上がるんちゃう？いけ、オッケー、来た。めっちゃいい形やん。これ逆やったらさせるやつやな。届くかな、でもアーム。あ、やばい。これは引っこ抜けるか。ちょっと寄せすぎましたね、普通に。すいません、ちょっと下手くそでした。これぐらいで引けるか。OK、右は入ったな。お、来た来た来た。まあ、しゃあないな、戻すしかないんで。で、これやったらどうやろう、入るかな。右、はい、あー、違う違う。どうしよう、ハマっちまったな。右ギリで手前狙ってみよう。これで滑ってもらって OK 入ったで OK 来た、来れましたね。でここまで来たら、このギリギリでねかけるっていうの一つの技ですからね。手前滑って本来なら入らない位置に落とすことができるんで、いけ、あ、止まった、狙いすぎた。なんかいい感じに決まった直後にミスるからダサいねんな。しっかりと爪じゃあ入れていきます。 OK、 あ、完璧、いけ入った。で、追ってこい。あ、マジか、これでこやんのや。もう一度いきます。これで止まらずに爪が下まで落ちてくれたらいける。 OK、 これ取れたんちゃう。ほい、はい、うわー粘るな、バーだって。手前をズリズリっとこう持ち上げて落とす例の技ですね。おなじみの取り方。はい、うわー、惜しい。奥の角をしっかり持ってあげるイメージで。いいとこ行った。で、ほい、はい、ほい、はい、ほい、はい、やりました。よし、今のとここんな感じ。ゴテンクス無理でバーダックいけた。で、次ベジータね。とりあえず引っ張っていくか。この台も確かね、この景品ちょっと忘れたんですけど、右乗ったな。そこそこ動きますね。多分手前が軽いんちゃうかなって、重心奥やった気がするんで、動け、これでグイッと。あー、そこそこ動きますね。左だけ、これパワー入るんちゃう、思いっきり。うん、左で手前にくれ。 OKOK、 右も使っていくか。じゃあそろそろこの辺で。めっちゃ揺れるんですよね、この揺れが難しくすんねんな。いけ、なるほど、揺れんなよ、揺れずに落ちろ。あー揺れんねん、もう揺れやんといてくれ。うわ、これでもう一回手前に、これで手前に引っ張る。 OKOK、この辺で。めっちゃ揺れんのやめてほしいな、ほんまに。いけ、 OK で
揺れが、あ、また揺れが嫌な方向に。あ、はいはいはい、もうちょいででも手前が乗る。これで OK、 入った、めっちゃいいわこれで、手前に乗れ、 OK、 来た、うわ、あぶねー、よし、でも結果最強の形になりましたね。いきます。あー、刺さらへんな、ギリ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 刺さらへんところやけど、回しはできそう、いけんのよ、よし、来た来た来た、取れましたね。次で回し切れるかどうかやな、寝ちゃうとめんどくさいけど、まあ、取れる、取れへんことはないからいいんやけど、よし、で回し切れ、あね、今のがね限界なんですよね。右入れ、綺麗に OK、 ゲット、よかった、綺麗に取れて、はい、ベジータも自力ゲットできましたね。じゃあ最後行きましょう。今のところこれ無理で、2代目自力可能、3代目自力可能で、4代目がどうかっていう、そんな感じです。どの台でやろう、とりあえず両替します。これでやるか、この台でやります。いきますね、じゃあ4代目裏置きやからな、辛そう。右 OK、 ギリギリ入った、重心どっちやったかな、あ、めっちゃ動くね、新手前かな、でも手前重心でこの動きやったら超有料設定やんな、乗れ、さっきより開くわ、しかもさっきより揺れへんっていう秒設定、よし、これで手前に引っ張る、さらに、あー、じゃあこの辺で右アーム入れてきます。 OK、 めっちゃうまいんじゃう今の、そうでもなかった、前に乗せれたら勝ちなんやけどな、入れ、 OK、 入った、ギリギリや、で引っ張れ、手前に、 OK、 来た、乗ったよこれ、 OK、 これで右奥にはめる、あ、どう、これでいけ、なるほど、これで奥を落とす、 OK、 来た、完璧や、うん、いいんちゃう、これで落ちろ、よし、いいんちゃう、両アームで手前、もう一回沈めようか、これいくかな、入ってくれ、アーム OK、 入った、完璧や、でもうちょっとだけ沈める、 OK、で、バーコーサーネラー、 OK、 完璧で、手前にズリズリっといく、 OK、 うわ、最悪、取れてなかった、すいません、1手分取れてなかったですけど、大して変わってないです。左アームを左奥の A 型の隙間に、あそこあそこ、 OK、 いいとこ、これいいんじゃう、もうちょいですね、もう一度、もうでもここまで来たら正面抱え込むようにね、外側ね、ここ持ってあげたら来ますよ、スーッと滑って、ほら完璧や、よし、じゃあ決めていきましょう。
どう撮るかな、最後手前を描いてもいいし、いやでもこっちの方が楽しいな。この撮り方で決めます。ギュッといってで手前にギュギュギュッと押し上げる。はい、ゲットやりました。やったー、4分の3自力で撮れた。まあ、ボテンクス上手い人やったら撮れるんかな。でもちょっと弱かったし俺には無理やなってことで4分の3自力可能でしたっていうね。めっちゃ金かかった。はい、ということで以上、富士の130件でした。ご視聴ありがとうございました。帰ろう。